どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。環境をデストロイフェニックス会です。さあ、本日なんですが、いや、ついに来てしまいましたね。デストロイフェニックス会さん。まあ、環境がぶっ壊れると。まあ、皆さんもね、ランクマ最近潜っている方であればね、このモンスターがどんだけ強いかっていうのを体感しているんじゃないかなと思うんですけども、もうどんなデッキからでも飛んできますからね、このモンスターは本当に。出張パーツとしてね、このモンスターは有名で、まあ、フュージョンデスティニーと、あとそれから、ディバインガイ、それから、まあ、ダッシュガイが多いかな、パーツとしては。ダッシュガイっていう、まあ、カードを入れるだけで、このモンスターがこのカード1枚から出てくるよっていう、そういうね、モンスターになっておりますと。で、まあ、デストロイ・フェニックス界どんなデッキに出ても正直強いんですよ。正直ね、アナコンダからも出てきますし、ぶっちゃけなんかどんなデッキに出ても強いんですけど、どのデッキが一番それうまく使えるかって言われたらさ、そりゃヒーローでしょ。当たり前じゃん。ヒーローモンスターなんだから。レベル6以上のヒーローモンスタープラスディスティンヒーローモンスターなんで、まあ結構ね、この、デッドリーガイ経由して出したりもできますし、あと単純にね、サーチカードとか、エアーマンといっぱいいるからさ、エアーマンファリスとか、いっぱいいるから、この辺のカードでサーチして、まあ普通に融合で出していったりもできるんで、まあ当たり前にね、一番相性がいいのはね、ヒーローなんですよ。だから、まあ多分ね、皆さんもいろいろデストロイフェニックス外の動画見ると思いますけど、まあヒーローが一番デストロイフェニックス外をちゃんと出せるっていうね、ことをしっかりと分かっていただきたい。そう思って今回のデッキは組んできましたので、早速ご覧いただきましょう。もうやってることはね、あんまり変わらない。先行だったら、ダークローとデストロイ出すし、後攻だったら、まあめっちゃモンスター並べてぶん殴っていくっていうだけ。とにかくヒーローデッキ、高いですけど、かっこいいんで、ぜひ皆さんも組んでいただきたい。そんな風に考えてます。デュエル、スタンバイ。さあ、環境をデストロイしていくぞ。環境をデストロイしていくぞ。まずは4000番カードが入るぜ。ヒーローライブ !4000 番うららなし、何これ4000番してうららされるのめっちゃありますからね、ヒーロー。そして、エレメンタルヒーロー、エアーマンの効果と、エアーマンの効果によりヒーローモンスター一体を手札に加えることができる。これはまあ、シャドウミストですかね。マスクチェンジとデストロイフェニックス界っていうのを基本的には目指していった方がいいですね。先行はまあブルーティー立てられるんだったらそこにブルーティー立ててもいいですけど、一番強い多分先行展開はブルーティーデストロイフェニックス界シャドウミストセットマスクチェンジセットだと思います。それが一番強いと思う。まあできるハンドもまあちょっと手札によってはあると思うけど、今回はまあちょっとマスクチェンジサーチはできると思うので、デストロイフェニックスガイプラスダークローとかになるかな。でバイオンを当たり前に特殊化していく。そしてバイオンの効果発動、バイオンの効果により墓地に送るのはここはまあ一回ディアボリックですかね。ディアボリック墓地送って、そしてビジョンヒーローバイオンの効果発動、ビジョンヒーローバイオンの効果によりファリスを除外して融合を手札に加えていく。これ毎回フラの反応するのうるせえな自分の効果を無効にするわけねえだろ。ディアボリックガイの効果発動、ディアボリックガイの効果によりこのカードを、除外してアナドゥディアボリックガイ兄弟を特殊召喚していく。そしてまずは一旦ワンダードライバーかな、バイオンとインクリスでリング召喚現れよう。ワンダードライブ、これは一回融合を使います。動きをしたいからですね。そしてエレメンタルヒーローリキッドマンを召喚、リキッドマンの効果発動、リキッドマンの効果により墓地で存在するエレメンタルヒーローシャドウミストを特殊召喚、シャドウミストは特殊召喚に成功した場合の効果を発動できるぜ。シャドウミストは特殊召喚に成功した場合、そうマスクチェンジを手札に加えることができる最強。そして手札でマジックカード融合を発動、融合の効果により、属性が違うヒーローモンスター2体で融合召喚。シャドウミスト残しておきたいのでエアーマンとリキッドマン、ちなみにリキッドマンは召喚成功時で墓地から蘇生する効果使っちゃうと、あ、こっちですね、ここ使っちゃうと2枚ドロ1枚捨ての動きはできません。そして、ワンダードライバーのリング先にモンスターが特殊召喚に成功したため、サンライザーとワンダードライバーの効果をチェーンした後、サンライザーはミラクルフュージョンを手札に持ってくるという効果。そしてワンダードライバーは墓地の融合またはチェンジ速攻魔法をもう1回フィールドにセットすることができるという効果。これによって融合をセットし直すことができる。そして俺は手札にマジックカード融合を発動、融合の効果によりディアボリックガイとディバインガイ、みんなこの召喚条件が何だか分かるか。そうレベル6以上のヒーローモンスタープラスデスティニーヒーローモンスター、これが環境をデストロイする力、現れよ融合召喚デストニーヒーローデストロイフェニックスガイ。環境をデストロイフェニックスガイとは俺のこと。カードを1枚セット、
ターンを終了するで、まあ今回はこんぐらいで勘弁しといてやろう。あ、ちなみに僕はね、あのミラクルフュージョンは高校のまくりオフだとして取っとくことが多いです。使わないで。さあ相手は何してんだお前何してんだ。デストロイフェニックス界の強いところ全然見せらんねえじゃねえか、そんなことされたらふざけんなマジで。あ、ちなみにデストロイフェニックス界の処理方法として、うーわ無理あぶねえ、マジあぶねえあぶねえ。カードしか使ってこいや相手、ふざけんな。これ結構怪獣デッキ多くなりましたよね、なんか一時期よりも。やっぱみんな資産が増えて作れるようになったからですかね。うわ、サンダーザキング来た、キモすぎる。ザ・キモスモンスター来た。まあぶん殴られるのは誰かによるな。これなんか効果読まずにシャドウミストとかにぶん殴ってきてるんねえかな。あ、ちなみにサンライザー以外のモンスターに攻撃されるとサンライザーの効果が発動して、なんか相手のカードを破壊するよっていう効果があるんですよ。っていうか、あのドゴラの盾上がってるのめっちゃ強いなドゴラの盾、ああ相手敵死んでるね、相手これは敵死んでるわ。まあいいや、これはまあじゃあ受けよう。サンライザーはやられるといいだろう。でインクリースをセットし直すことができると。怪獣デッキはな、リリースの人がいっぱい入ってるからね、なんかニビルとかをケアしながら動かないといけないですね、会社のターンね。はい、OK。 メインフェーズ終了前、まあとりあえずこれはまあ発動しなくてもいいかな。まだこれね、インクリース置いとくと、あとサクリファイスエスケープできるんで、相手のエフェクトベーラーとかにチェーンして逃げるっていうことが一応できるんですよね、マスクチェンジみたいな感じで。まあ、とりあえずこれ最強ムーブするか。まずはミラクルフュージョンを発動。ミラクルフュージョンの効果により俺は墓地で存在する水属性モンスタープラスヒーローモンスターの魂をゲームより除外するぜ。俺はもうなんかどれでもいいな、デストロイフェニックスガイとかもういらねえような、もうな、実質エアーマンとリキッドマンで融合召喚、現れよエレメンタルヒーローアブソルートゼロ。そしてリキッドマンの効果とリキッドマンは融合素材として除外された場合、カードを2枚ドローし1枚墓地に送ることができるぜ。これブルーディーも出せんなまあちょっとやんなくてもいいと思うんで、これいきましょう。この最強ムーブをアブソルートゼロにマスクチェンジを打つことによりアシッドを特殊召喚、そしてアシッドの効果とアブソルトゼロの効果とさらにワンダードライバーの効果がチェーンをして発動。アブソルートゼロにアシッドをマスクチェンジすることにより相手のマジックトラップとモンスター、つまり相手のフェードのカードを全て破壊する最強コンボが爆誕するんだよ。これがヒーロー。ワンダードライバーの効果もさらに発動しで、墓地に存在するミラクルフュージョンをセットし直すこともできる。なんという強さ。そしてアシッドの効果で、まあこれはまあ破壊されるのを肩代わりするっていう効果一応あるから、まあこれはまあカウンターがこうなんだろう。そして残念ながらお前のフィールドのモンスターはゼロになったぜ。そしてニビルもしっかりとケアさせてもらおう。俺は墓地に存在する、まあこれどうでもいいな、属性が違うヒーローの魂をゲームから除外し現れろエレメンタルヒーローサンライザー。よーし、お前のドゴランは3800まで揃ったよ3800まで揃ったのやばいな。いけー、ワンダードライバーでダイレクトアタック、そしてアシットレダイレクトアタック、そしてライザーでダイレクトアタック、つえーヒーロー最強。まあ、デストロイフェニックスが1ミリも活躍しませんでしたけどね。さあ、お相手の方シャドウミス来た、お来たヒーローライブ来た、4000番カード、一旦4000番するかとりあえず4000番、なんもない、よしいいぞ。ヒーローアライブが取ったらもう宇宙だからな。そしてエアー特殊召喚成功時の効果発動、エアーの効果によって何らかのヒーローモンスター相対を手札に加えることが、これ1とに逆にしろよ、これ1とに逆だろ、どっちかっていうと。なんかモンスター差しする方1にしてくれ。これはまあちょっと1回リキッド持ってくるか。シャドウミスト、マスクチェンジ、先行だとマスクチェンジをサーチしたいんですよね、やっぱり。シャドウミストを特殊召喚しながらマスクチェンジをサーチして、でダークローに備えたいっていう、これ使っちゃダメだから。シャドウミストってどっちか1個なんですよね、効果だから。それが1個難しいです。
間違って使っちゃうとマスクの効果、あのマスクの効果じゃない、マスクの、サーチ効果使えなくなっちゃうんで、まあ、そこだけ注意。そして俺はファリスをリリースしてインクリースを特殊召喚、そしてインクリースの効果発動、インクリースの効果によってデッキよりビジョンヒーローバイオンを特殊召喚。これ今のさヒーロー使い、今じゃねえや、昔のヒーロー使いにさ、あの今のヒーローの展開教えたらさびっくりするだろうね多分。マジで原作で使ったヒーロー誰一人使ってない説あるから、なんかその最終盤面がデストリーフェニックスとワンダードライバーとなんかダークローとかだからさ、これ全部まあ一応漫画のモンスターはいくつかいるけど、なんか魔改造されたモンスターと漫画のモンスターじゃん。なんかアニメ知ってるぜマジで、えこれヒーローデッキかってなるよね多分。でディアボリックを特殊召喚していく、兄弟を出していこう。そしてこれはですね、まあクロスガイでもいいと思うけど、まあさすがにちょっとデストリーフェニックスが出したいんで、まあヒーローですかね。なんかヒーローにはリンクモンスターいるくせによ、なんかあれだよな、ブラックマジシャンとかにはリンクモンスターいないのおかしいよな絶対なんか青いブラックマジシャン出してくれよ、儀式モンスターじゃなくてよ。でシャドウミストを特殊化して、でシャドウミストの効果を発動、シャドウミストの効果によるチェンジマジックカードを1枚手札に加えることができる。よし、これで相手団のダークロー展開は用意してきた。あとはまあ融合発動して、まあこれ一回サンライザーかな、でサンライザーを属性が違うヒーロー2体で出していく。リキッドマンもね、もちろんあのどっちか一つなので、リキッドマンとシャドウミストはどっちか一つって覚えてください。あのどっちかしか使えないっていう、まあどっちも使えたらぶっ壊れますけどね、あ当たり前に当たり前にぶっ壊れるけどさ。さあエレメンタルヒーローサンライザーの効果でミラクルフュージョンをサーチするという効果に、チェーン1でワンダードライバーの効果で墓地で存在する融合またはチェンジ速攻魔法を、セットし直すことができると。はい、でミラクルしなくてもいいか、これはまあ一回融合打って、で融合で普通にそのサンライザーを巻き込んじゃいましょう。ほい、そしてデストロイフェニックスガイ守備表示ポイ、よーし、これでちなみにデストロイフェニックスガイの効果で自分の墓地にヒーローモンスターいっぱいいるから相手の盾もめっちゃ下がるっていうねさらに相手団のどっかでマスクチェンジシャドウミストでダークローを出しながらヒーローをサーチできます。これが一番強いと思うね先行展開は、個人的にはね。さあどうする、ライトニングストーン、何、まあ、そんな困んねえなでもあんまり困らんだ。マスクチェンジを発動、マスクチェンジの効果によりシャドウミストを墓地に送り、このモンスターをチェンジするぜ、いけマスクだ、変身超変身、楽園開幕、あー楽園開幕嫌だな嫌だな、それは嫌だななんか遊戯王だね、うわー一滴だやばい、これ遊戯王してるわ。まあでも一滴は最悪デストレフェニックスがかけられても、破壊した時の効果は別にこれは発動しなくていいな、破壊されて蘇る効果は墓地で発動してるので、大丈夫なんですよ別に。一滴もそこまでまあ致命傷にはならないというか、相手のカードを使わせただけっていう感じですね。でダークローを特殊召喚していく、でこれもシャドウミストも一滴かけられても墓地に行った時の効果なんで別に発動できます。はい、だからまあ一滴そんな効かないですね今のこの盤面だったらね。でシャドウミストの効果と、シャドウミストの効果でヒーローモンスター相手に持ってくる。まあここは一回オネスティかな、ダークロー突破されるの嫌なんで。でこれで実質ダークローが4000900までなれるんで、闇湯、なるほどなるほど、全部捨てろ無理か、これで、ダークローの効果発動、ダークローの効果でカードを1枚どれか除外しろ、おいおい、さあ強いぞこの盤面は、これは最強です、まあ、実質ほらね、こうなるんですよね、これがヒーローですよ、何もさせない、ダークロデストロの構えはさすがに強い。エアマン来た。オッケー。さすがにね、この構えできたらさすがに環境デッキとも全然渡り合います。全然強い。言うてもヒーローもね、ポテンシャルはもう環境レベルのもの持ってますからね。
ダークローっていうモンスターがめちゃめちゃ強いから、うん、なんか結構プラチナ一報告とかもよくありますしね。まあこれは何を持ってきても、まあぶっちゃけ何でもいいんだけど、まあこうするか。まあちょっと一応ニビルケアしてこのままぶん殴る説あるね。どうせ足りてるわこれ。バトルいけ。エアマンでダイレクトアタック、強え、なんもねえわ。そしてワンダドライバーでダイレクトアタック、そしてダークローでダイレクトアタック、そしていけー、デストロイ環境をデストロイフェニックスカイ。このカードが色の敵から飛んでくると思うと今から憂鬱で仕方ねえわ。さあフュージョンデスに来た、やっと来た、やっと来た。なんか引けるかなって今話しようとしたらやっと来たわ、最強モンスターが。これがねやっぱね一番最強なんですよね、フュージョンデスにすびき。これがしたくて遊戯をしてまでありますからね皆さんね。はい、適当になんか展開してでなんかいろいろ妨害されて、ああなんかあんまり強くねえなーって相手が思った瞬間に最後の最後の締めで、はいじゃあフュージョンデスティニーって言ってデストロイフェニックスが出すっていう、これが最強ですね。はい、当たり前に強い。これは一旦エアーエアーすればいいか、ヒーローアライブだからな、エアーエアーするか、エアーエアーの方が強そうで、マスクサーチするのちょっと難しいな今回。エアーマン効果でこれブルーディー出しに行くか、ブルーディー、ブルーディーを出しに行くか。パリス持ってきて、でなんかあるけどね相手ね、誘発ね、まあ関係ないわ。パリス効果ディナイアルガイとかいう最強モンスターを墓地に送ってパリスを特殊召喚していく。そしてパリスの効果を発動、パリスの効果によってビジョンヒーローモンスターを永続トラッパー付けとしてデッキからセットすることができる。そしてインクリースの効果、そうインクリースの効果でファリスをリリースしこのモンスターを特殊召喚。そして、インクリースの効果、そうインクリースの効果によってビジョンヒーローバイオンを特殊召喚。そしてバイオンの効果、そうまあ1回これはだからシャドウミスト食っちゃってでシャドウミストでヒーロー持ってくる動きしていこうかな。基本的にちょっとマスクを持ってくる動き多分できないと思うので、こっからだとブルーディー持ってきて、でこれで先行で出しましょう、ブルーディーを。先行ブルーディーめっちゃ強いんです実は。これ結構ね相手のモンスター吸えるからさ、意外と高校で出すモンスターだと思ってる人もいるかもしれないんですけど、これ先行で出すとめっちゃ強いんですよね。先行制圧モンスターの実質スキルドレイみたいなもんなんで相手だけがね。まあこれをね先行できるとかなり相手黙ることが多い。まあ一回これはクロスかな。ちなみにクロスかワンダーかの違いはそのデストロイとかをその融合で出しに行くのかどうなのかとかってちょっと違ってくるんだけど、ワンダードライバーを使う場合は大体ですねデストロイダークローになるパターンが多いんですよ。で、まあ、クロスガイを使う場合は結構横に展開したりあとヒーローめっちゃサーチできるから、まあ、高校でワンキルしに行く時はマスクチェンジ別にサーチなくてもいいからリキッドマンとかを持ってきて、まあ、融合していくっていうことが多いかな。なんか割と高校のクロス先行のワンダーみたいなとこあるんだけど、まあブルーディー出すときもあるから高校で結構クロスガイ出すことも結構あるんですけどね。ちなみにねマリシャスウェイ入れてるデッキは結構クロスガイ出すことが多い。ヒーローサーチしたいからこのクロスガイの効果でアダスターゴールドサーチして、でアダスターゴールドの効果でダークコーリング持ってきてでマリシャスウェイに出して高校でぶん殴っていくっていうことが割と多いので、まあそんな感じかな。まあ僕今回の僕のデッキはマルシャスベインちょっと泣く泣く抜いちゃったんでちょっとデッキの枠的にね。でこのチェーン順はまあミラクルフュージョン絶対持ってきたいかどうかで決まるんだけど、一応これでチェーン2にしとくと2ドローでミラクルフュージョン引いちゃうっていうことがなくなるから、まあチェーン2の方がいいかな、サンライザーは基本的には。でレキッドマン効果で2枚ドローして1枚捨てると、ああもうソリッドマンいんねえなこれ、ソリッドマンいらねえな。でインクリースの方がいらなかったか、まあ、どっちでもいいや。でここでフュージョンデスに満を持して発動、もうこのあと闇属性しか出せなくなっちゃうので、まあそこだけ注意ですね。闇属性モンスターしか出せないっていうことを念頭に置いてプレイングしていくっていう感じ。こっからはだからサンライザーを先に出したんですけど、デストロイフェニックスガイ着地最強。そして墓地に存在するディアボリックを特殊召喚していこう。ディアボリックを特殊して、ちなみにこれでディナイアルも出せますんでね。ディナイアルの効果と
ディナイアルの効果によって特殊召喚に成功した時に除外されているヒーローをあの戻せるんですよ、デッキトップに。なのでここで除外されている、ディアボリックをデッキトップに置いて、これで3体リリース、ブルディース。ちなみにディアボリックもう1回出てお注射停止までいきます。よーし、いけデスティヒーローブルディ。これで相手の効果は全無効だ。そして墓地に存在するディアボリック界の効果を発動。純正剣なのにこいつ2回効果使ってるぞっていうことができるんですよ。でクロスガイとディアボリックでリンク召喚、リンク3スーパーお注射天使ドレッドマスター。これ最初出た時はねクソアコ扱いしたんですけど、結構ね使ってみると結構強いんだよね、この打点アップが。でセットして、まあこれでターン終了ですよね。これがまあマスクない時でもだいぶ先行制圧できてますね。デストロで1枚カード破壊できるし、そのデスティニーヒーローブルーディーでモンスター効果全無効になってるっていう、なかなかの先行展開じゃないでしょうかこれは。いやこれまともなデッキ返せないだろこれ。超英語やばい。どれディアボリックかい、なにまずい。これはデストロイフェニックス界とブルーディでデストロイフェニックスが出される。非常にまずい、ガチでやばいこと起きてる。3体、嘘だ嘘だ、こんなの嘘だ